ギボの1分ロードショ ー、 はーい、はい、今回紹介していただくのは、はい、こちら、はい、勝手に震えてろ勝手に震えてろ3、2、1、はい、この映画、はい、まあ、本当設定自体は中学の時に好きだった片思いしてた男の子に、はい、恋焦がれてるっていう勝手に妄想しちゃって、はい、もう自分が付き合ってたらこうなってたああなってたっていう想像をしてるんですよね、はい、ところが会社の同僚から告られちゃうんですよ主人公が、はい、ある日、はい、だからよく少女漫画ありがちなその憧れの男子と、はい、その実際に自分のことを好きって言ってくれるか、はい、あの男との間で揺れ動くみたいな映画なんですよ、はい、ところがねこの映画 ものすごい、ね、もう僕すごいこと言っちゃいますよ、はい、あの主演の松岡美優ちゃんがめちゃくちゃ可愛いんですよ、はい、なるほどね。もうそれ究極的にか過去最大に可愛いんですよね、はい、だからその揺れ動いてるっていうちょっと、まあ、うざいじゃないですか、はい、単純にねそういう女って、はい、うざいのにでも松岡美優ちゃんがめちゃくちゃキュートで可愛くやってるから、はい、もう見れちゃう、もうそこの一点張りですよねこの映画に関して言えばっていうめちゃくちゃいい映画ですっていうめちゃくちゃいい映画了解です。ストーリーゼロですね。ストーリーはだからもうずっとそれが続いてくるんですよ。そのさ、まあ、三角でもないけどその二人のね男に対する思いみたいなのがでもね松岡美優ちゃん本当ねもう妄想色ボケ、はい、あの暴走マシーンとかするんですけど、はい、それがもう全然もう嫌みたいなただただもう感情にできるっていう松岡美優のためのもう映画ですね。過去最大級の可愛さ。ありがとうございます。あ、3.2 です。ヤジログも言えよ。3.2 です。3.2 あ、まあまあまあ、まあ、普通か普通ですね、うん、まあまあでもねこれ男性も女性も関係なく楽しめる映画になっていると思います。はい、はい、ありがとうございます。